来てくれたのかな。あれ、どうもー。おー、あれ、なんだこれ。びっくりした。ゆるがくとハウスアネックス。ごきげんよう、ゆるがくとハウスアネックスです。今回も前回に引き続き、ゆるがくとハウスのオーディオコメンタリー愛席ラクトをやっていきます。本日担当するのは、私ゆる医学用語学徒のウラキューと、ゆる土木計画学徒のパキタと、ゆる物理学&音楽学徒のレオと、ゆる電脳史学徒のスミノ、以上の4人でお送りします。さあ、前回から2本目の、学徒の、本気収録が始まりました。1組目は、堀本さんの指名で、浦下さんと越山さんですね。1本目が収録あって、 Spotify でも公開されていると思います。僕も聞いてみたんですけど、非常に面白かったですね。皆さんお聞きになったでしょうか。さあ、次はですね、おそらく講師交代して、ゆる天文学ラジオかなと予想してるんですけど、どうでしょうか。では気になりますので、早速本編を見ていきましょう。それではスタート。お、来てくれたのかな。あれ、取り直します。あれあれ、ケイさん、あれ、どうもー。あれなんだと。え、びっくりした。はじめまして。はじめましての方、はじめまして。はじめまして。どういうこと、あれということですね。まあ、今回、ゲストに、ケイさんに来ていただきました。そうなんだ。ケイさんのことだからコメントしづらいじゃないですか。びっくりしたな。どうぞ、お好きにコメントしてください。いや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 。あ、マジであれですね、髪の色がかなり鮮やかな、ピンクだ、色になってますけど、なってます、似合いですね。あざます、あざます。改めまして、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、ゆる料理学ラジオの K です。本日はお邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、一緒にじゃあ本編を見ていただいて、はい、気になったら止めていただくということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。コメントしづらいよ。ではじゃあ再生します。一切ペアを発表しないでおきます。これから数時間、今まで通り好きなように過ごしていただきながら、突然なんとかさんとなんとかさん来てくださいと呼ばれます。ドライブ感です。うん、ラジオとして疾走している感じを期待したいなと。そう考えるにあたって、割といろんな側面を見たいなと思ったので、チャレンジングな組み合わせは作ってまして、ちょっとタイプ違う人を組み合わせてみたんですね。半袖着てます。一組目の、確かにめっちゃ暑かったです。星山さん、そして浦下さん。あ、今日はあれかな、まだナレーション入ってないバージョンから、うん、そうですね。回によるんですよ、ね、勝手にナレーション見たいですよね、こっち側でね。適当なナレーション確かに、スミノさんバージョンを作ってもいいかもしれない台本が必要ですね。台本が必要ですね、それは確かに。ゆる音楽学ラジオ始まりました。あ、まあ、これはね、スポティファイで公開されている。学学言いにくいです言いにくいですか、申し訳ございません。ちょっと言いにくいんですけども、はい、音楽の話楽しくしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしま す。まあ、直前に堀本さんの方から、ドライブ感、まあ、楽しい感じっていうのを注文されていた直後だったので、まあ、その感じを出したいなと思って、まあ、ちょうど自分のその持ってきた話題っていうのが、1本目に比べてその初心者の方にも分かりやすく楽しいと思ってもらいたいっていうような内容を、うん、2本目に残していたので、ちょうどそれが相まって、まあ喋りすぎてしまったかなっていう思いもあるんですけど、まあ一番熱込めて話せたなとは思いました。楽しい音楽の話をしたいんですが、はい、僕がね普段やっているクラシック音楽って、はい、あんまりねこの楽しいっていうイメージが、あー、まあ確かにどちらかというとちょっと格式高そうな、そうそうそう、イメージをする人がすごい多いと思います、ね、やっぱり多くて、うん、ただ今日は本当にそうなのっていう話をしたいんですよ、はい、なるほど。なぜかというとですね、まあ、クラシック音楽僕の中ではこんなに楽しいものはないので、ぜひですね皆さんにもクラシック音楽、まあ、聞いたりだとか、はい、もしよければやっていただいたりだとか、そうですね、いう風なきっかけにしてほしいなと思いまして、はいはい、
今日はちょっとクラシック音楽が難しいのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。でですね、あの結論から言っちゃいたいと思うんですよ、はい、クラシック音楽は難しいのか。難しいって言うんかと思った。いいリアクション。すごいこけてめっちゃ構えてもった今。でただ、うん、クラシック音楽は、うん、あの難しい。難しいんかい。今の中でミスないやつ。いやいや、クラシック音楽難しいんですよ。あ、難しいんや。はい。で、あの、まあ、あまりね、クラシック音楽広めたいって言っておきながらなんですけど、あんまこういうこと言わない方がいいのかもしれないんですけど、うん、難しいなって思ったんですよ。で、僕はそんなに今思ってないんですよ。うん、ただ、僕が今の記憶を捨ててですね、はい、自分を今捨てて、演奏する側でもなく、うん、はい、聴く側でのみクラシック音楽に触れようと思った場合、はい、うんうん、正直壁があるなっていう風に思ったんですよ。あ、今の知識経験を全て捨ててです、うん、はい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 、うん、で今日この壁を、うん、この15分で、はい、崩せるとは思えないんですが思えないですね。思えないですね。このクラシックの壁だけではなくて、はい、そのちょっとした楽しみ方までお伝えできればなと思いますので、はい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 、ちょっとした軽い初期装備ぐらいを身につけて、初期装備、なるほど、はい、お帰りいただければなと。ヒノキの棒ぐらいは手に入ります、はい、手に入ります。さすがのワード先生。そうですね、試合もうまいな、やっぱり熱量とか聞き手としての役割みたいなものを、まあ、ちょっとずつはその出せたかなとは自分では思ってはいるんですけど、そうですね、これをじゃあ番組として残していく、番組として選ばれるか選んでもらえるだろうかっていうのは、まあ気軽に構えつつ、気楽に構えつつ、でもそうですね、緊張というか不安はありますね。そうだね。村下さんがめちゃくちゃテンポ感やりやすくって喋ってて気持ちよかったですね、うん、その聞き手やる時も自分メインで喋る時も両方なんですけど、すごいなんか相性いいなっていう風に喋りのテンポで感じました。ゆる天文学ラジオ。お、天文学だ。どうも、星山です。村下です。よろしくお願いします。まあ、ちょっと、まあ、本題に入る前に、ゆるっと最近の天文学、最近の事情のお話ちょっとだけしたいなと思うんですけれども、まあ、多分こういうニュースには疎い人は多いかなと思いますんで、結構話題になった天文学関連のニュースがございました。ニュースが。はい。うん、ですね、ウェブ宇宙望遠鏡というですね、はい、去年新しく打ち上げられた宇宙望遠鏡が存在するんですね。望遠鏡が打ち上げられるんですか、うん、はい、その時点からですね、そっからか、多分一発で、そっからだろうな、いいパスですね、今の、はい、宇宙望遠鏡という概念が実はずいぶん昔から存在していて、宇宙望遠鏡ですか、はい、ドラえもんの道具じゃなくて、あ、違う現代技術、なるほど、そうだね、地球の周回衛星上に、そうですね、望遠鏡を打ち上げるんですよ。望遠鏡自体を打ち上げてしまう、はいはい、これ何が便利かっていうと、はい、地球の大気に何も阻まれないんですよね。なるほどなるほど、もう宇宙に行っちゃってるから、ね、そうそうそう、他の星から来た光が、まあ、もうほぼ直接レンズに入ることになるんで、すごい綺麗な写真が撮れるっていうことで、はい、随分前から運用はされてるんですけれども、はい、ウェップ宇宙望遠鏡、このウェップ宇宙望遠鏡は去年新たに打ち上げられた宇宙望遠鏡です。あ、去年新たに、なるほど、そうで、その写真が7月頃に NASA から初公開されまして、なるほど、はい、それで結構話題になってました。いや、そうですね、先々月ぐらい、そうですね、ですね、はい、で、まあ、このウェブ宇宙望遠鏡の話は今日は一切しません。あ、今日はしないんかい。この前に使われてた、はい、ハッブル宇宙望遠鏡という、ハッブルはなんか名前聞いたことあ、聞いたことありますか？なんでかしら、有名人だからな。ね、聞いたこと、これワンチャンこれかなっていう功績があるんですけど、はい、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている人です。うん、選ばれている人なんですね。はい、あ、そう、だめちゃくちゃ功績の多い人。おお、なるほど、はい、というわけで今日はこのハッブルさんのお話を、なるほど、して、ちょっと今後宇宙を語っていく際に、はい、まあ、みんなにちょ必要になるかもしれないなっていう知識を植え付けていければなと。植え付けすげえ表現よ、はい、ね、そんな感じです、はい、よろしくお願いします。正直結構やれてる方なんじゃないかなと思うんですよ、うん、だから堀本さんが本当に一個も作りませんって言ったら、ああもうじゃあしゃあねえなとなるしかないです。なるほど、うん、結構面白いこと言えてる方なんじゃないかなという自負はあるので、
やりたいですね。すごい。すごい、すごいですね。お、来た。いた止めます。あ、はい。うん、あ、違ったけど、いた止めましょうか。いたここまでの話を。いや、はい、越山さんがすごすぎてちょっとびっくりしましたね。いや、そう、自信もすごい。相づちとかもなんかすごい、なんですかね、タイミングといい、うん、なんか非常にこうスムーズに、なんですかね、うん、言葉も噛み合わないし、僕ちょっと目つぶって音だけで聞いたんですけど、非常に相づちが入るだけで非常に聞きやすいなって思って、ね、そうなんですよね、うん。声もよく通るし。声もすごいですね。本当に喋り慣れてるなっていう形がしますね。ですね。なんかその、ごめんなさい。話の中で言ってて、その、植え付けるじゃないですけど、まあ、やっぱりその、各学部ね、やっぱりこう、まあ、しゃばる空気、みんな、分かってない部分もあるし、そこからもっと先に進めたいというのがあると、やっぱこう、基礎知識としてここ知っといてほしいよね、みたいなことがね、多分いっぱいあると思うんで、ね、多分そういう話をどこでするかみたいなのも、なんか人に結構よるのかなとは思いました。なんか、まあ、2本しかないから、2回ともなんかこう、楽しいお話だけで終わるっていうパターンもあるでしょうし、でも逆にそういう興味ない人にも持ってもらいたいとか、もっとこの後こういう話したいからこういうことを喋っとこうみたいなのとかも、はい、多分なんか結構度合いによるのかなと思っていて、うん、特になんかこう、ね、天文学とかやっぱ学問してる方だとは思うんで、なんかそういうものの方がなんかその辺の入りを気を使うのかなという気はしてますね。なるほどね。そう、うん、どうなんですかね。まあ、でも料理学とかはほらみんなやっぱこうなんとなく親しみやすそうですから。あ、そうですね。はい、いや、まあ、うん、料理は、したことない人はいても、食事をしない人間はほぼほぼいないので、だからまあ、何かしら、こう、関わりがあるから、ゆえに、皆さん、クリシェを大量に知ってるんですよね。もう、なんか、一般知識的に。で、それを、こうクリシェを避けすぎてもいけないし、こう、うんうんうん、でも何て言ったらいいんでしょうね、コモンセンスがバグるって話をよくはいはい、この界隈ですると思うんですけど、はいはい、コモンセンスがバグってるかどうかが余計に分かんない気がしていて、まあ、そもそもみんなが広がってますからね、知識の幅がこうバーッと。そうなんですよ。だから、うん、平均的にどこら辺が一般的なのかなとか、わかんなくなりがちなんですよね。それこそ、前、別館の方で、断食の話とか出ましたよね。でも、あれって、詳しい人、鬼詳しいみたいな状況になるんですよね。だから、それこそ、実際に、こう、インターミディエートファスティングっていうのが流行ったりしたんですけれども、まあ、確か16時間断食みたいな感じだったかな。はい、まあ、そういうものが、流行ったし、それ、YouTube とかで大量に動画出たんですよ。で、それをめっちゃ見てる人っていうのにぶち当たった時に、軽々しく、お、なんか断食がさ、なんて話をし始めたら、ものすごい勢いで語られちゃったりとかして、確かに。ああ、そっかそっか。もう、なんだろう、ある意味、みんなコモンセンスバグってんだな、と。はい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 。なるほどなるほど。そっかそっか。逆に本当に、知ってる部分はめっちゃ詳しい人もいるし、知らない部分全く知らんみたいな。いろんな情報が手に入るからね、それぞれ興味のあるところにみんなバーッと細分化して尖っていくので、だからみんな尖った知識を持ってる可能性ありますね。まあ確かにそうか。まあそれもね、なんかどれが正しい知識かとかいうのも難しそうっていうのも一つありますよね。なんかちょっとそれなんですね。はい、結構料理をまあある程度その商業的なものが絡んでいて、料理の科学にすごい投資されてたりして、例えばこう食品科学とかいろいろ研究が進んでるものもあるんですけども、それでもつい最近になってどうやって人間の舌が塩分を感じ取ってるかが分かったみたいな、こともあったりするんですよ。なんか、はいはいはい、まあちょっといろいろあって、その塩分のどういうふうに感じ取ってるかっていうのを科学的に証明するのが難しくて、研究が進んでなかったらしいんですけど、そういうこととかが、こう、やっぱり、まあね、ウラキューさんとか言いますけど、医学とか命に関わる分野の方が多分研究ってすぐ進むんですよ。多分ですけど。もう間違いない。もちろん、山とかはあるんでしょうけど、その、障害とかはあるでしょうけど、やっぱ、
命に関わる分野の方が大事なのも分かるけれども、やっぱ自分が料理学で調べてるときにぶち当たるんですよね。科学的根拠がないっていう時。なるほど、まあ、確かにそうか。味覚とかなんてのはね、割と最近の話ですよね。科学的にこう、この成分がこれだけあってみたいな。それこそね、その塩味の話で言ったら、その VR 学の加賀さんとかが二次選考でしょっぱく感じるスプーンみたいな話してましたけど、だからそういう角度からようやく最近なんか興味持たれ始めたのかなっていう感じしますよね。なんか体験することに対してどうやってじゃあ、こっちで用意してあげるかみたいな方向から何か、そういうなんか科学され始めたという気がしますね。なんか雰囲気としてですけど。すいません、浦下さんの感想全然言ってない。確かに。確かに。どうぞ、じゃあ、なんか、ありますか、浦下さんの、さんの大丈夫。あそこで生で聞いてたんでしたっけ。そうなんですよ。私、隣で聞いてるんですよ。何せ、その、すぐ次の収録が始まるのも分かってるし、はいはい、うん、いつ呼ばれるか分かんないから、横で待機するしかないんですよ。うん、ああ、結局みんなそうしてたんですか。あ、次の人がもう言われてるわけじゃないんですね。もう全然分かんないんですよ。だから、いつ呼ばれるんだろうみたいな感じの状態で、ハラハラしつつ聞きながら原稿をこう一応チェックしながらみたいな感じなんですよね。なんで、で、そんな中、プレッシャーすごそう。浦下さんの話、もう、Spotify に音楽学の、はい、上がってますね、もう上がってるので、聞いて、あ、こんなこと話してた気がするな、みたいな。あ、なるほど。まあ、そこ、そんなね、集中して聞けないですもんね。そうですね。うん、でも、本当になんか、なんだろう、こう、ためがうまいな、浦下さんは、と思って。んなんかこう、それこそ、さっきみたいに、こう、難しくない、とかでしたっけ、難しい、はいはい、難しくないって難しい、ありましたね、いかみたいな。そう、あそこでちょっとこう振って相手のリアクションを待って、そこでダンって言うみたいなのが本当にうまいなと思って、うんうん、はい、うん、なんかまあね、小島さんとの掛け合いもいい感じでしたもんね。なんか聞き手としてもいいタイミングで分かんない、それ何って言ってくれるし、ね、みたいな。そうなんですよね。確かに、そうか、宇宙望遠鏡分かんないか、そうか、そうだよねみたいな。構成が、そう、構成バグってるから、ちょっと全然、そっか、それ宇宙に上げた方がいいに決まってるじゃんみたいな。そうでもないですね、世の中はね。うん、そうですね、まあ、確かに、はい、望遠鏡打ち上げるって普通の生きてたら思いつかないですもんね。うん、まあそうですね。一回でも天体観測してみて、なんかチラチラしてなんか鬱陶しいなって思ったことがないと、そうそうそう、多分無理ですよね。いや、だし、打ち上げるっていうのはかなりこうハードルの高い発想だと思うんですよ、ね。はいはいはい。うん、いやいいですよ、その辺のなんかロマンあふれる発想めちゃめちゃあって、なんかラグランジュ店になんかこう衛星を3機並べてとかそういう話しだすとあろうなキリがなくなっちゃうんですけど。でもこれもコモンセンスをどこまで噛み砕くかですよね。結局空気が干渉してって言って、うん、空気があると物が歪むのってのも分からない人には全く想像つかない話。確かに、あ、そうですね。そこはまあ、ちょっと西山さん切り上げましたけどね。まあみたいな話とかも、それだけでもね、まあ一回話せるぐらいな話はありますし、うんうん、そうですね、うん、そこの判断力とかも大事なんですよね。確かに確かに、うん、その取捨選択の仕方もやっぱうまいですよね、うん、そのなんかこの人にこれぐらいのとこまで伝えられればいいやっていう、ちゃんと割り切ってというか、うんうんうん、話の構成としてこうした方が伝わりやすいだろうなみたいなところのレベルも高い。そういうのを考えると、やっぱり聞き手はその分野の素人の方がやっぱりやりやすい気がしますよね。うん、そうですね。ああ。生地知ってるとね、なんか2人で話し始めたけど何を言ってるかわからない。そうなんですね。そのままスルーしちゃう可能性ありますね。はい。確かに。いやー、そっか。で、そして、また、地震もすごかったし、いや、受かるやろ、みたいな。最初から、あれ、リコンセンサーとの発言ですよね。完成形と言われてましたからね。うわ、そうですね。まあ、すごい、聞きよかったですしね、やっぱり。僕も、久しぶりに相席に出席してるんで、よし、止めるぞって止める気満々で見てたんですけど、もう途中から止めるの忘れて、もう黙って聞き入っちゃってたんで。聞きやすいんですよね、そうそうそう、根本的に、うん、テンポとかまあまあとか、うん、そうですね、うん、まあ越山さん の声の大きさはすごかったので本人も
僕がマイクの前に座ると、堀本さんがゲインって言われるやつかな、つまみをギュッと下げて、僕の時だけそれやるんだけどみたいなこと言ってましたね。いやもう完全にそうですよ。明らかにそれしないと察知力が分かって、そのもうパーンって割れちゃうからね、音が。そうなんですよ。それも、なんか星山さんと組んだ人は、自動的に星山さんと同じように声を張るようになるので、だから結ああ、なる構、ほど。他の方と組んでるときはそんなに声出てなかったのは、もうバッと声が出るようになったりみたいな感じの現象は感じてましたね。もう、なんか越山さんの声の大きさを、どれぐらい大きいかを表現する。ごめんなさい、越山さん怒られそうですね。こういうで、話が面白い。どれぐらい大きかったかっていうと、この収録してる場所って吹き抜けなんですよね。で、2階に基本的に寝室系があるんですよ。で、寝室で、ドアを閉じて、まあ、言うて1階で収録してる、2階でドアを閉じて部屋の奥に行っても話の内容が全部わかるんですよ。笑いそどれこはろうるまでさい。わかるから、もうその部屋の奥にいながらクスって笑っちゃうみたいな、それぐらいのレベルの声の大きさなのああ、なるほど。で、本当ね、なんか私も声が大きい方なんですけど、もうあれにはかなわん。すごい。もと声もとね、質に声もよ質るの的にかもそうな。そう、通りやすそうではありますよそう、ね。うちとかでもその家族にチェロとバイオリン弾くのがいるんですけど、やっぱりチェロの方が遠くまで近所に抜けてるっていうふうによく言われるんで、やっぱり低音の方が抜けやすいのかもしれないですね。そうですね。それはまあ実際あると思いますし。あと、まあ、詳しくないですけど、なんか、体の骨格的に共鳴しやすかったりとかしたら、ああ、ありますまあ、遠ね。く届くんじゃないかな、わかんないですけそうど。ですね。いや、もう、そうです。もう、たぶん、別に、ここだ、喉の振動だけで出してる音なんて、たかが知れてるので、ここの振動、これしかまあ動かないわけですけど、見えないぐらいしか動かないわけですけど、それをやっぱこう体でこう反響させて、増幅させて出してるので、多分ね、星山さんはそれがうまいんでしょうね。まあ、意識しなくても、自然にこう、肺とか、こう、頭とかに、バーンって反響して出してるっていうことだと思いますけど、そうなんです確かに、声のでね。かい人は結抜けや構、すい肺声となかんもね、で。共鳴腔として使えてるって言いますよね。います ね。そうなんですよね。だから、なんだっけ、オペラの歌手とかは、大きな声を出したいときは、むしろ力を抜いて、反響する場所を増やすっていうことをやるんですよ。だから舌とかも極端に下げて、ここの空間をでかくして、ここに共鳴させて響かせる。そうすると、何が、まあ、本当にトップオペラ歌手って、オーケストラ1個より大きな音が出るんですよ。意味わかんなくないですか？あ、わかります、それは。おお、聞きに行ったときにびっくりしました。あれ？おかそうしいな。オケが負けてるって思って。なんです。そう、本当に。いや、面白いです。まあ、オーケストラの中でももちろん音でかい人と小さい人はいるし、オーケストラに比べてもソリストって言って、やっぱりソロで一人で弾く人って音はでかめなんですけど、例えばそのソリストと1対1でこう張る面もあったりするし、オーケストラ対その一人のソリストって時もあるけど、それでもオペラ歌手の本当に超一流の人は、もう全然もうオーケストラの音より上を行くから、もうなんかどうなってんのこれみたいな。なんかマイクここに入ってんじゃねえのみたいな。不思議であすれよですね。ね、振動してる越パーツ山なんてめっちゃさちっちゃいのにね。ん、ですね、そうですね。越山さん、もしもゆる天文学ラジオが、ラジオにならなかったら、今度はオペラ歌手を目指すしかないですね。確かに。だからね、やってもいいと思います。才能を感じる。めちゃくちゃ感じる。そんなに声が大きいんですね、越山さん。なんか聞いててもやっぱりよく通るなって印象あったんですけど、なんか、ゆるがくとハウスといえば、鶏の声がでかいっていうのを僕聞いてて、そう。言えばってなっちゃった。3時に泣くやつね。絶対鶏を相方にラジオやってほしいですね。確かに。でもさ、やっぱこれで映像だとね、まあ、やっぱそれこそ原因ね、下げられて、もうそのでかさみたいな、いまいち伝わってこないけど、なんか審査で行った時も、越山さんって人めっちゃ声でかくてって堀本さんに言われたし、だから、ね、ゆるがくとハウス出てる人に聞いても、越山さん声でかいからねってみんな言うから、いや、本当にでかいんだろうなと思って。僕もネジで言われましたね。いきなり完成形みたいな人いたよとか言われて。そんな話したんです慣れてましね。たね。印象深かった人いましたかって言われたら、まあ、後から聞いたら、これ越山さんのことだってすぐ分かる表現してた。僕も言われましたよ、それ。なんか、収録終わった後に、なんか、手応えどうでしたかって言われて、僕が、いや、でもみんなすごい人ばっかりなんで、みたいなこと言ったら、なんか、
堀本さんが、そういえば一人あのめちゃくちゃ喋り上手い人いて、天文学の人だったんですけどって、はいはいはい、下馬評からして最強だったわけですね。すごい、まあ、そう、王者の名にふさわしいあの自信も垣間見えみたいな感じですよね。そうなんですね、うん、面白いな、へえ、はい、うんうん、はい。まあ、じゃあ、そんなとこで戻し、次はいよいよ、戻して、はい、次はいよいよ、か何。何が始まるのかな、何が始まるのかな、いやいやいや、楽しみだな。楽しみですね。2、3秒戻しますかね。ちょっと落として。7分22から再生します。あるので、なんか、やりたいですね、今後も。あの、私って何者だと思います？追いかけていかない。その質問から。読書者じゃなかったの。いや、なんか、その、いろいろ器用な人だなと思って、はい、この2日間で。森藤さん、自分で褒めてもらってるんですかね。なんか器用貧乏って言葉もあるから、めっちゃネガティブだな。やりづれ。そうなんですね。ありがとうございます。うん、おお、なんか頭抱えてました。本当にこんな感じで、いや本当にあの収録終わった瞬間にも、あの暴れられなかったみたいなこと言って。たんですけど、本当私なんか作戦変更しますなんてかっこいいこと言ったけどダメじゃん。いや、なんだろう、全くできてなかったとは言わないけど、いやもっと、あ、頑張れた、あ、悔しい、本当悔しい。僕と契約して魔法少女になってくれませんか。ああ、なんかね、僕それ分かんない世代なんです。あの世代とかあるのかな。あ、魔法少女になるかっていうことですか、うん、そうですね、僕が少女に、はいはい、いいですか、この性別で少女になっていい。まあ、なってくれますか。まあ、なりたいですね、少女。少女なんですけど、あ、魔法も使いたいですね。あ、はい、なるほど、そういう理解度で、今回始めていきたいと思います。ゆる料理学ラジオの K です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞き手の仕事っていうのを今朝の堀本さんの話でだいぶ理解できたんですよ。聞き手は、この全体のリスナーを置いていかないように、うん、なんかその難しい流れであっても自分の今思っているその流れ感っていうのをこう言葉にしていって、こういうことですか、でそこにこう笑いを作ったりしていくっていう作業をしていくっていう、まあベーシックにはそういうことをやっていけば、まあ、務まる仕事なんだなと、まあ、簡単に言って難しいんですけれども、分析的ですね、忠実にやっていけたんじゃないかって思ってます。うん、結構面白いことも言えたかなとか、あと自分も、まあまあ、ちょっとこういう流れで合ってるっていう確認をしながら進められたんで、で相手も合ってるっていうことだったんで、結構これで聞き手も分かりやすくなったんじゃないのかなと、論旨が、うん、話し手としてふざけるのはやっぱ自分の台本があるから、あのどこでふざけるかっていうのを計画できるし、でかつ相手のリアクションでこうどうふざけるかっていうのをこう想定していなかったとしても、なんかやっぱ自分のあくまでテリトリーの中だから楽しくふざけられたんですけど、もう相手のペースに なんか乗るのも大事だし、だけどある程度引っかき回すというか、もしくはちょっとこう2人は理解してるけどリスナーが理解できてないであろうなと思った時に引き戻すっていうのが、まあ、できなかったのがもう本当に、いやもう本当に悔しい。5秒前4、3、2、1、答えして。ケイさんはウィキペディアで間違いを見つけたことありますか。間違い、うん、面白い、なるほどね。それはむしろ間違えてるって気づくためには、なんかもうそれこそ自分のウィキペディアのページぐらいじゃないと無理じゃないですか。ちょっといいですか。なるほどなるほど、はい、あ、はい、皆さんウィキペディアで間違い見つけたことってあります。あります、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 よくあります、うん、割とカジュアルにありますね。うんうん、直すかどうかは別としてありますよ。そうですね、うん、直すかどうかは別。あの一生編集合戦してるっていうページとかも、うん、あるし、ウィキペディアはあんまり信用しちゃいけないもんだと思って見ない。ああ、まあそれ、ね、言われますね。まあ、特に日本語はね、うん、日本だけの話ですから、うんうんうん、そう、日本語のページ見て、うんうん、他の言語のページ見たら日本語だけ全然言ってること違うじゃないかってことよくありますよね。あるあるだな、うん、気をつけないと結構そういうことありますよね。自浄作用が働くといっても、まあそれは時間もかかりますし、見てる人もだから暇人最強なんですよ、ウィキペディアはね。うん。暇な人間が勝つっていう。うん、
なるほど。本業の人はね、忙しいですからね、そんな直してる人はないですからね。うん。なんかこんなミス見つけたみたいなのって今まであります？パッと思いつくようなの。まあよくあるのはなんか、数字ミスってるとかって昔は、まあ最近はないかもしれないですけど、なんかちょっと前まではなんか高速の定義間違ってたとかそういうなんか話があったとか、それはもうちょっと、まあうん、それは自分で確かめたわけじゃないんで、まあ、そういう話を聞いたことがあったりとか、高速って定義値なんですよ、あれ、数字。で、それが定義値になった年とか、なったちょっと後の年とかだと、まあそう正しくなってない時もありますし、なんかまあそうですね、ちょっとその前までの定義とか変わった時とかはやっぱ、古かったりとかもすることも多分ありますし、うんうんうん、高速ぐらい有名だったらいいんですけど、なんかそういう定数とかに関してはそういうこともあるし、あとはなんかこう、まあ、物事の、まあ、物理の解釈とかそういうことでも、なんかちょっと最新の論文とちょっと違えなみたいなことは、まあそれはありますよね。ああ、まあまあまあ。最新の情報を、ウィキペディアが追っつくっていうのはなかなか難しいところありますよね。まあ、そうですね、そのページがないとかの方がね、多いですしね。うんうんうん。でも、英語版を全然訳せてないとかもあるし。あ訳すだけで情報量が10倍ぐらいになるのに全然訳しない書いてないなみたいな時もあるし、うん、そうですね、うんうんうん、で角野さんはどうです、なんかどういうの見つけました？英語にはあるけど日本語にまだないページとかが誰かが作ってるけどもなんか理解が浅すぎてこれはなんか全然本質じゃないなと思う時もあるし、なんか言ったんだったらその歴史的なことで当事者としてそれは知ってるんだけどここで僕が知ってるって言っちゃいけないこととかやっぱあるんですよ。ああ、それすごすぎるな、ちょっと。これ絶対嘘だっては俺は分かるんだけど嘘だって言うと絶対僕が直したってバレるし、うーんどうしようみたいなのたまにありますね。そうだそうだ、内部事情の暗記があるのかそうなんだよ、なんか出典不明とかで推測書かれててもいや出典は俺だみたいな感じのなんかそういう話だと思いますまあそうですね、だからそう出典不明って書かれててもちゃんとした人が書いてればそうで物とかの出典もなんかそこら辺のなんかお尻の奥にその本があるんだけどなみたいなのがたまにあったりはしますけどまあなんか出すのも突っ込むのもめんどくさい、まあ、些細ねさまつなことだったりするとまあほっときますけど、まあ、そうですね、うん、逆になんかそうですねわざわざ直したりしないですもんね。そうなんですよね、うん、あ、なんか違ってんなと思ってもなんかまあそういうもんだなと思って他のページを見るときに注意するぐらいのそうですね、うん、意外と適当なんだなという認識で見るだけですね。うん、どうなんですか、裏球さんもなんか医学用語とかそういうのあったりするんですか？僕医学用語とかはあまりウィキペディア逆に引かないのではいはいはい、ちゃんとした辞書とか引いちゃうんで、うん、あまり見ないんですけど、やっぱそれ以外 の自分がちょっと気になった自分の普段馴染みのない分野とかだと最初にウィキペディア見ることも多いんで、うん、あ、まあそうですね、うん、最初に見るは多いですね、うんうんうん、そうすると結構これ本当にって思ったりしてで調べると他の本見ても全然そんなこと書いてなかったみたいなのがいろいろあって、うん、今パッと思いついたのがぬかぶく米ぶくって皆さん知ってます？いや知らないです、初めて見たまじ、あ、字も何も変化できてないですけど米ぬかのぬかと服は、はい、服笑いとかの服、ぬかぶく米袋っていう日本の昔話なんですけど、それが結構シンデレラとかとストーリーラインが似てて、ママ母にいじめられていた女の子が長者の人と結婚する成り上がりストーリーみたいな感じで、その世界的にそういう物語の類型がありますよっていうのの例で出たりするものなんですけど、これをね、ウィキペディアで見ると、ウィキペディアに書いてあるストーリーがあまりにもシンデレラに似すぎてるんですよ。うん、はい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 。ちょっと寄せちゃってる、うん、なんなら。なんか、ウィキペディアに書いてあるストーリーだと、まずなんか、こう、家族がお祭りに行くのに、一人だけお祭りに行けなくて、こう泣いていたら、聞いたことあるな。ヤマンバがやってきて、で、祭りに行かせてくれるんだけど、お芝居が終わるところで帰りなさいって言われるんですよ。でお芝居が終わったところで急いで帰らなきゃって帰るんですけど、草履が脱げちゃうんですよね。あれ、ちょっと待って、そんなにで、その村の村長の息子みたいな人が、なんか草履忘れていった女の子めっちゃ可愛かったからって言って、ぬかぶくを探して見つけて結婚したっていう話だって書いてあるんですけど、ウィキペディアに。マジですか？これはね、日本の昔話じゃないだろうっ
って思います、ね。うん、なんか寄せに行ってる感を感じます、ね。寄せすぎですよね。うん、百科事典とかにどんなストーリーで書いてあるかっていうのを見ても、そんなシンデレラに寄せてる話じゃないんですよ。うん、はい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 。だってゾーリなんて誰が履いてもそこそこぴったり履けるもんですよ、ね。そうそうそう。そうならんやろって感じ。うん、なんかヤマンバが来てこうお祭りに行かせてくれるっていうのもね。そんなバカなって感じなんです。そんなバカなって感じしますね、確かに。実際はどうなんだ、どれぐらい共通点が逆にあるかチャットで調べないといけないですよね。そうそうそう。で、まあ僕もこれ、うん、他のね、ミーマ州とかでちゃんと見たわけじゃないし、もしかしたらそういう風に伝わってる地域もあるのかもしれないけど、うん、なんかさすがにこういうストーリーですって載せる、うん、ウィキペディアに載せるのはこれどうなんだろうっていうのが。確かにな。それはね、アンサイクロペディアでやることですから、ね。やるとしたらね、日本語英語記念説みたいな、ね、そういう冗談でやるなら私もみたいなところなのでね、こうこちょっとマイナーな民話だから、あの編集されずにこう編集者が冗談で書いたことが残ってるパターンなのかなって思ったりしてます。ああ、それは良くないですね、非常に。そう、あのやっぱ露骨にねビュー数が少ない記事の方がいつまでも直されずにそのまま残ってたりしますもんね。ああ、うん、そう、ビュー数が多いのに間違いが残ってたらそれはそれで問題ですからね。まあそれはそれで、そういうものも、はい、そういうものもあります。専門家はさっき浦久さんがおっしゃってたじゃないですか、あの辞書とかその自分の持ってる専門書で確認するって。だから専門家はウィキペディアを見ないから本当に専門のものはそのまま実は間違ったまま載ってるのかもしれないですね。そうかもしれないですね。プログラムの世界よくありますよね、こういう何々のシステムの作り方とか掲示板の作り方っていうそういうものを公開してる人のページを見て、うん、我々見て間違ってるって気づくんだけど、みんなそれを見ながらコピーして作ったりするから、その同じような脆弱性があったりミスがあるものも大量に配布されてて、なんか穴だらけのシステムがあちこちにあるっていうのはよくありますね。あー、なるほど。確かに、そうかそうか。実用上はね、やっぱね、そのプロの仕事とまた全然違っちゃいますからね、それはね。だからそれがネットにあるものが何ですかね、昔で言うと活字で書かれてるとなんか正しいように思っちゃうじゃないけど、なんか公開されてると、うん、まあ、デザインとかその人の名前だけ見て、うん、あ、多分これが正しいと勝手に信じ込んで真似しちゃうってのはよくありますね。なんか、あの料理でも、料理って基本的にこう人づ、あの口づてで伝わってたり、まあ、料理本に書いてあったり、はいはい、まあ、親から聞いたからこうなんだとかいうふうに覚えてることが多いので、まあこれ、ものすごい間違いじゃないんですけども、あの、レタスをシャキッとさせるためにすることっていうのが、はいはい、あの、レタスとかキャベツとか、シャキッとさせるためにするってことが、冷水につけるって書いてあるんですね、大体。氷水につけるとか、まあ、冷たい水につけるとシャキッとしますと。ですね、もっとシャキッとさせる方法があるんですね。ほう、あれ、お湯で結構熱いお湯にかけるとかじゃなかったでしたっけ？そうですね、40度ぐらいのお湯に、うん、あのつける、まあまあつけるとシャキッとするんですよ。まあ、あの要は植物でかつ細胞がまだ、まあまあ、死んだとは言えない状況、まあ、ちょっと、うん、あの植物の死んだ死んでないの定義は知らんけど、難しいですけど、まあまあ、まあまあ、その細胞がまだ活性化できるので、うん、あの詳しいその理科的な定義はまだちょっと調べきれてないんですけれども、うん、40度ぐらいのお湯につけた方がレタスはシャキッとする、まあ、ことが多いので、まあ、本当にね、うん、もうしなしなになってるやつは難しいですけど、はい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 、だからそういうのはなんか料理というよりかどっちかっていうとこう植物的なアプローチの、知識ですけど、それね、だからでも未だに料理本とかに普通に、まあ、氷水って書いてありますね。そう、冷水につけてシャキッとさせましょう、うんうん、お湯の方がっていうなるほど、なってますね。あ、なるほどな、うん、まあなんかそれはその誤解にはなんか食べた時のひんやり感でシャキッと感じるみたいな、そういうごなんか誤認も含まれてそうな感じしますけどね。あ、いや、まあ、大体食卓に上がる時は温度はそれってある程度上がってるんで、うんうん、どちらかというと、うんうん、まあ実際に植物をこう冷やすと効果が出たりするんですけれども、うん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 、切り花とかね、確か、うん、冷やすとちょっとシャキッとするみたいなのがあるんですけど、まあ、切り花はお湯はね、しない方がいいっていうのは大体想像がつくと思うんで、だからまあでもちょっとね、まあまあ効果は
ないとは言わないけど冷水は、うんうんうん、でも、うんうん、もうお湯の方が瞬く間にシャキッとするっていうのはあります、ね、へえ、そうなんだ、なるほどなるほど、まあ、確かにそういうのはじゃあもう経験則的にみんなやってるけどそれが正しいともまあ限らないっていう感じですよね、うん、そうですね、うんうん、なるほど、あのケイさん自分のあのラジオについてコメントは大丈夫ですか？いや一通り終わってからダーッと喋ろうかなと思って、うん、今。なるほどなるほど、はいはい、じゃあそういった保留しておきましょうか。はい、じゃあ森藤さんのじゃあ続きを聞いていきましょうか。はいはい、はい、なるほど、例えばゆる言語学ラジオでも、はい、ウィキペディアの間違いについて取り上げてたことがあって、ほうほうほう、なんか島原の乱っていうのをアメリカの学生が、はい、そのウィキペディアに載ってたことを全部レポートに書いてみんな間違えていたみたいな事件が起きたらしいんですよ、アメリカの学生が、はい、あ、その回見てないかも、そうそうそう、見てないな多分で、まあ、私もね、はい、実はウィキペディアで間違いを見つけたんだよって話を今日しようかなと思ってます。すごい見つけたんですね、はい、その項目とはクイズですかいきなり、はい、難しいわ、項目とか、うん、いつも僕のクイズって答え決まってんすよ。ああ、そう、クイズは答え決まってるんですよ、それは。まあ、疫学関係の何か、何だろう。答えいつも、疫学なんですよ。それ、今思いついたのに、ごめん、なんか、先に出なそうだったから、もう言っちゃったよ。はい、あ、じゃあ、正解。はい。言わないで、あしらわれたら。ウィキペディアのね、疫学っていう項目、はい、ちょっと変えたいなと思ってて。項目の中のね、特に疫学の歴史っていうところがちょっと気になることがあったので、今日は皆さんにね、疫学の歴史について学んでいただきつつ、最後にウィキペディアがどういうふうに間違ってるのかなっていうのをちょっと一緒に考えていきたいなと思うんです。はいはいはい、はい、あ、もうアップアップしてましたね。やっぱこうどうやってこう今回の主役ですか、分かりやすく噛み砕いたワードを入れようかっていうのを考えながら聞きながら、でも構造を理解しながら、あーってもうすごいな、やっぱ聞き手の人ってってなりましたね。そうですね、まあ、反応はあんまりですけど、うん、あと相方の反応もあんまりなんですけど、おっと、私はすごく清々しい気分なんです。こんなことってなかなかないなと、周囲とのギャップがめっちゃあるっていう、僕はね良かったんですよ、うん、聞き手やりたいと。あ、そうだ、周りよりもこのコントラストがすごい、聞き手募集してないな、すごいな、この放送確かに応募するか応募してみてやってきてみたら聞き手も全然できないじゃん悔しいですね。だから余計にジタバタしてますね、私は。その聞き手やりたいっていうのがあって、でも全然できてない。なんか私人の話聞くの得意だと思ってたんです。だけどそうでもなかったなっていうことを、うん、今気づきましたね。でも、あー、くー、悔しい。というわけで私の発表以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。手応えが暴れてない一番笑い取りましたね、これ緊張したそうなんですよ、やっぱね、ラジオのメカニズムはちゃんと解き明かしていかないと一つ一つ要素分解して取り出していかないとなかなか。今朝のところだと静止画像みたいになってる聞いちゃったよ本当か悔しいしか出なくてごめんなさい。本当ガチで悔しいしか出ない。さっきからもいろいろこう振り返って考えると、あの時忘れよかったなとか自分のできなかったこととか思い出して、やっぱでもそれを思い出してこうめっちゃこう後悔してるよりかは反省してて、もうなんかこれのね、この後どうなるか全然知らないんですけど、何かしらこう食らいつく余裕があるなら、その隙間があるなら、もう少しでも食らいついてやろうみたいなとこありますね。ではですね、続きまして、お、止めてもらっていいですか？あ、はいはいはい、どうやって止めるんだ、止めるんだ。はいはいはい、はい、止まりました。はい。さあ、めっちゃね、悔しがる人がいるって話でしたけど。うん、はいはいはい、いや私でしたねそういうことですね、結構ももっていう話、そう、はい、堀本さんが、ゆるがくとハウス取ってきたよっていう報告のね、
動画を出したときに、ゆる言語学ラジオの方で、の動画で、めっちゃ悔しがる人がいたっていうのは、もう私です。私です。あなるほど。なるほど。まあ、見ての通り、悔しがってます、そのライブね、ずっと。もう、20秒に1回悔しいっていうぐらい、あのインタビュー中ずっと悔しいって言ってました。はい、一気にその話を聞いたら、そのなんか落ちて悔しいとか結果を見て悔しいってことかと思ったらそうじゃなかったんですよ、ね。だって今回の一連の流れで K さん、その自分が喋ってるラジオより悔しがってるシーンの方が絶対尺長いですよね。確かにな。私のラジオ面白かったのにな。なんでそんな使われてないんだ。まあまあまあ、それはほら、あの Spotify の方でちゃんと見てください。そうですね。はい。ちょっと裏話をいたしますと、はい、その私実はラジオ1本目の時に大失敗をしてまして、あれですね、吉野部さんと一緒にやった時に、はいはい、あのラジオ、実は原稿が10行しかなくてですね、要は、まあ将棋の試合についての話とか AI の話とかをしたので、それに関するデータだけ並べてあるみたいな原稿なんですよ、はいはいはい、で最初に藤井聡太ですって名乗るって決めて、で落ちだけ決めて、ほぼほぼアドリブで喋ってるんですね、あれ。すごい。そうそうそう。で、まあもちろんこう言ったら驚くだろうなとか、そういうのまあぼやーっとここら辺にある状態で喋り出してると。で、2本目の森藤さんと撮った方はちゃんと台本を一言一句書いてたんですね。で、何を失敗したかというと、1本目のはアドリブで喋ってたから、ちょっと2本目の台本の内容を喋っちゃったんですよ。それも、なるほど、それも大事な大事なオチを1本目で使っちゃったんですよ。なるほど、やらかしたって。だからそれでちょっとこう頑張って1本目の時に、ああ行っちゃった、ちょっと急ブレーキみたいな瞬間が実は脳内で起きてたんですけど、でそれをやらかしちゃってたんですよね。でそれでまあってことは2本目の台本がお釈迦になったんですよ、その瞬間に。なるほど。で、で、まあ、書き直さなきゃいけないと。まあ、話の骨格というかネタは変えなくていいけど、そのオチとか、なんかワードを変えなきゃいけない。で、それで、はいはいはい、1本目で出てきたのが呪いって言葉を使ったんですよね、はいはいはい。で、それが2本目の台本のオチだったんですよ。料理しなきゃいけないって呪いだよねみたいな感じで、その、はいはいはい、料理できるできないっていうのをこう 一種呪いだよねみたいな感じののを、ついチラッと1本目で言ってしまったがために2本目のオチが使えなくなっちゃって、なるほど。どうしようどうしようってなって、台本書き直さなきゃ、ああ寝不足だし頭回んない頭回んないでずっとやって、なるほど。で堀本さんが何時から皆さんここに座ってくださいみたいな感じでアナウンスがあって、それからラジオ収録になりますんでって言われてるので、もうこの時間になったらアウトっていう時間がどん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 迫ってくるんですよ。台本書き直せてないんですよ。やばい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 ってなって、で結局のところその約束の時間の20分前にパッと典型が降りてきて、15分で台本書き直して、で5分間椅子に座って間に合ったってやって、でそれで収録になったんですよね。だから結構綱渡りをしてたんですよ。ああ、なるほど。それはじゃあもうドラマが そういうことですね。だから自分としてはその悔しいっていうの中にはその準備というか、いや、そういうことです。それは含まれてないです。あ、そうなんです。ぶっちゃけ全然使われてないですけど、私に自分のラジオはうまくできたと思います。森藤さんがすごい聞き手としてもいろいろ面白いことを言ってくれたり、私がトッピーなことを言ったのを まとめてくれたりして、で結構自分の料理学ラジオの方は自信があるんですよ。なるほどなるほど、そういうこと。あれはもううまくいったっていうので、その後森藤さんの撮ります、はい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 、
もう何もできなかったっていうような気分だった。あ、そっちの方か。なるほど、なるほど。そう、だからそうやりたかった聞き手としての、あの、ことがうまくできなかったっていうことですね。そうなんですよね。聞き手がやりたくてこの企画に応募したっていうのもあったので、本当に聞き手頑張ろうと思ってたのに、森藤さんの台本の時に、もう全然もう、ああそうですね、うん、みたいな感じになっちゃって。ああなるほど。で、あのですね、前回の、ゆるがくとハウスでなんかあんまりこの2人喋ってないけど組み合わせてみたみたいな企画で今回組ませられてるじゃないですか。うん、で、はいはい、私はその森藤さんとなんで組まされたのかっていうのはすごく自覚があるんですね。ほう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 。私森藤さんのこと避けてたんですよ。なるほど。そうなんですか。いや、で、これは悪い意味ではなくて、嫌いとか苦手とかじゃなくて、森藤さん、疫学で、医学的分野じゃないですか。はいはいはい、はい。で、私のですね、本職、普段の仕事が医療に関わってるんですよ。うん、なので、はいはい、話が、ほとんど分かっちゃうんですよ、医療関係の話で。はいはいはい、逆に。統計の話は詳しくはないんですけども、だから、それがゆえに、森藤さんと組んだら、私はただただ、うんですよね、うんですよねってなっちゃうだろうなって思って、なるほど、なるほど。思ったんですよ。まあ、まあ正直ね、統計の話は僕もそうなっちゃう気がするって。うん、そうですよね、あ、もう、ウィキペディア間違ってる時ありますよね、多分なっちゃう、そこで話が折れる可能性ある。そう、確かに難しいですね。あ、そう、もうね、なるほど。そっかそっか。それで、まあ、じゃあその避けてるのを、まあ、堀本さんがちょっと察知してっていうことですか、やっぱ。まあ、どこまで察知してたか分かんないですけど、はいはいはい、私は露骨に避けてました。いや、多分露骨ではなかったかもしれないけど、まあ、うんうん、全然こいつら喋らんやんとは思ったかもしれないですね。うん、なるほど。1日目にでも一緒にラジオしてましたよね。はい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 。だから、でも、うなぎのやつ。あれ以降はそんなにその一緒にラジオを撮ろうみたいな話には全然ならなかったですね。その時点、この時点まではもういろいろあるから言えないけど。なるほど、なるほど。はい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 。はい、そっか。聞き手が知識あると分かっちゃうか。うん、ちょうど今別館で出ている僕の図面の妄想する話とかも、はい、先日のオフ会で、見てくれた人がいらっしゃって、話を聞いたら、ちょこちょこ、自分は分からないんだけど、レオさんが分かってるから、そのままスルーされてるところがありましたって言われて。ああ、それだ、それ申し訳ないと思いつつ、そっか。どこがっていうふうに僕は思って。どこだろう、どこだったんだろう。はい、で分かってる人同士は分かんないんだよな、そこが。そうなんですよ、そうなんですよ、うん。で、なんか、そしたらなんか違う人から、いや、あれゆるじゃなくてガチですよって言われたりとか。いや、ゆるなんだけどって思って。一時資料を置いてないからゆるなんだけど。角度があれですか、こうあって3平方でこう斜めになったらどうとかって。そう。あの話かもちょっと。ちゃんと微分係数がどうもみたいな感じのとこかな。確かにそれからと思いますけど、うん、いや聞いてたら僕は頭の中で図がパッと浮かんだけど、確かにこれは頭の中で図が浮かばない人もいるだろうなと思確かにな、3平方2回使ってね、こう使って効果を受けて、まあそうなるよね、それで、うん、制限超えることあるよねっていうのは聞いてると分かるんですけど、うんうんうん、確かに図がないと分かりにくいですね。確かに難しいですね、そこはね。はい、聞き手は大変なんです。いやですよね、確かにそうなんだよな、ちゃんと。うん。そっか、いや、そう、だから、まあ、生地あれですね、だから知識ある方が、まあ、あった方がいいのかもしれないけど、あった場合は、周りの人がどれくらい分かってくれるかってところまでちゃんと測らないといけないっていうことなんですかね。堀本さんがちらっとなんか要素を分解してとか言ってたのはそういうことなのかな、なんか、ちょっとよく分かんなかったけど、抽象的で。難しかったな、なんか。ね、言ってましたね、計算ラジオ終わった後に、なんか、ちょっと、マイクの席で。あ、ちらっと言われてましたね。そう。そう、あれは確かに僕もどういうことなんだろうって思いましたけど。うん。なんかでも、堀本さんはそういうこと考えてるんだろうなと思いつつ。まあ、森藤さんのラジオの内容が結構要素が多かったんですよね。その、なんつったら、情報が多いラジオだったんですね。はい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 、で、それを、しかし、まあ、
声だけで説明してますから、知らない人が聞いてるときにそれを構造的に理解できるかっていうのを考えると、私がうんうん言ってたらダメなんですよ、そこは。なるほど。あ、はい、そっか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 、確かに。まあ、1回で分解して、だからやっぱこういうこと構造になってるよねっていうことをちゃんと見せてあげないといけないですね。そうですね、もしくはテクニックとしてあるのは、うん、これってそういうことですかっていう、なんか繰り返しになるけど、でもそれってそうなんですかってこう質問を投げかけることによって相手が詳細とか分かりやすく噛み砕いてくれたりするので、そういうことを、まあ、まあ頑張ってはいるんですけれども、まあ悔しい悔しいっていうような感じになるっていう、ね、なるほどなるほど、まあ確かにそこももうちょっといろいろやれただろうにって、まあ後で思っちゃったわけですね、うん、そうですね、はい、いや難しい、それは難しいってもう全然もう見れば見るほど俺でき言っても何もできなかっただろうなって思っちゃいますわ、ガクトハウスに関しては。そうそう、喋る側だけだったら全然余裕だし自信もあるんですけど、聞き手難しいわ。聞き手は確かに難しいですね。いや、まあそう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 、そうなんですよね、確かに。そっかそっか。はい。じゃあそんなところでちょっと続きを見ていきましょうか。はい、最後、またあれかな、次の組が発表されたかな。そうですね。14分44秒からです。はい。終わりますね。ではですね、続きまして黒川さん、はい、そしてゆきさん、はい、おお、大丈夫ですね、珍しい組み合わせな感じするわ、うん、どっちからですか、どちらでしょう、なるんやろじゃあ僕最初聞きますね、お願いします。意外と言い出しちゃったんじゃないかなというような気はしてます。その瞬間にまた話す順番も決めるんですね。バチクソに緊張してましたけど、今回は割と自分の好きなジャンルというかネタでいけたので、まあ、そこは結構いい感じだったかなと思います、はい、ゆる薬学ラジオ、イエーイ、はい、パーソナリティのゆきです。はい、聞き手の黒川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本日は、はい、薬品というかちょっと微妙なんですかけれども、ほうほう、ビタミン C の話と、ビタミン C の話と疑似科学の話を絡めて、うわー、しようかな。うわー、喧嘩の種ですね、それは。そうですね、ビタミン C って、そういえば最近ビタミンの話を聞いた覚えがあるんですけど、はいはい、何でしたっけ、有機物か無機物かっていう違いでしたっけ、ビタミンとミネラルの違いですね、うん、それは多分。そうそうそう、有機物の方ですよね。そうですそうです、はいはい、C が入ってる方ですね。なんか酸っぱいイメージがある、でもあれ実はクエン酸だっていう話。そうですそうです、はい、もう一個足しとくと、はい、ビタミン C の錠剤って飲むと尿が黄色くなるじゃないですか。なりますなります。あれも実際雰囲気で、あれビタミン B2 の色なんですよ。あ、そうなんだ。ビタミン C を飲むと、ね、なんか黄色いおしっこが出るよねみたいな雰囲気を出すためというとちょっとあれですけど、え、つまりじゃあビタミン C は酸っぱくもなければ黄色くもないってことですか。単合色ですね、めっちゃ薄い黄色で、あ、ちょっと黄色いんだ。なんか握らねえな。もうただの、はいはい、まあ、ほぼ白色と言っていいと思います。なるほどなるほど。ビタミン C 酸っぱい気がしますけどね。民族学的にも結構面白いところではあるかな。あ、ちょっと日本ではちょっと微妙ですかね。はい、ちょっと聞かせてもらいます。はい。不甲斐ないっすね。あら、あのね、なぜフォントが違うんだ。恐ろしいことに、多分一番バカ引いてたじゃないですか、この2日間で。うん、感覚としては本当にそんな感じで、もうね、自分の受け答えのできなさと、その台本を相手に合わせて喋るっていうことの難しさ。あの席に座って、今価値あるものを出す自信はもうないです。黒川さんはそんな自信ないんだ、それちょっと意外だな、うん、意外っすね。自己評価厳しい。今結構いい、そう、入りで開始、なんか知ってる知識を出してこんなもんだよっていうのを分かりやすくしてた気がしますけどね、うん、やっぱり。そうですね、うん、こっちとしては本当にただただ楽しませてもらったので、まあ、ゆる言語学ラジオ関連の皆様と Spotify さんに感謝したい限り。音楽がすげえよ、ね、ありがとうございます。お上手です。やめてください。10年やってたらこうなっちゃうんです。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。親方感すごいな。うん、いやーすごいな。はい。以上ですね。本編終了なるほど。楽しかった。面白かった。いや、面白いなぁ。ちょっとやっぱ引きこもごも、こもごもってのもあれだし、黒川さんが自信ないのはちょっと意外でしたね、僕としては。そうですね。なんか、次に、あの、相席の方で見てても黒川さんも面白いなぁってみんな言ってるし、引き手としてもなんかすごいわかりやすいというか、なんか、そうですね、一般人の感想に最も近い感想をくれそうなイメージがやっぱあるんで、そういう意味ではなんかすごい弱いのになぁと思って。なんか、あ、そう、はいはい、ビタミン C の話とか。そう、はい。いや、なんかビタミン C もなんか酸っぱそうだけどなって思ったのが、ビタミン C ってアスコルビン酸っていう酸なんで、そうですね。多分、味、あんまり多分ね、そこまでクエン酸ほど分かりやすく酸っぱくはないですけど、アスコルビン酸は僕も単体であんま舐めたことないから分かんないけど、多分ね、多少は酸っぱいんじゃないかなって思ってますね。なるほど。ただ、お茶とか買うとよく酸化防止剤としてビタミン C 添加されてたりするんですけど、なんかあれ別に飲んでそんな酸っぱい感じもないから、そんな分かりやすく酸っぱくないのは間違いないんですけど。保存料に使われるぐらいだったらね、まあ味弱めなんでしょうけどね。でも、おそらく酸なので、酸っぱくないとまでは、言えないかもしれない。でもちょっと、うちね、キッチンにその、なんだろう、業務用というか、その、もうすくって、風呂に入れても何にしてもいいみたいな、その生成されたビタミン C みたいなやつが袋であるんですけど、水についたら、水に溶いて飲んだら、普通に酸っぱいですよ。あれ、クエン酸じゃないですよ、それ。いや、ビタミン C です。ビタミン C って書いてます。まあ、クエン酸も入ってるかもしれないけど、どうなんですかね。ああ、どうですかね。袋持ってきてみれば分かるけど、ちょっと、今、ここでは分からないですよ。あでも、アスコルビン酸を今調べたら、高い酸性を示すって言ってるんで、50mg/ml で、pH2 になるらしくて、pH2 って相当酸っぱいじゃないですか。相当強い酸ですよね。だからまあ、酸っぱくないことはないんだろうな。まあ、量の問題でしょうけど。ですね。そうなんだ。ペアリーって酸っぱいところじゃないっすよね。強い酸ですよ、かなり。強い酸ですよ。そんなに強いの知らなかったな。いや、まあ、ウィキペディアはこれ、そうですよね。多分、アスコルビン酸は、微粒性カルボン酸より振る舞い、二重結合の π 電子が、ヒドキチキとカルボニル基の間に伝わることにより高い酸性を示す。そんな気がする。今、ウィキペディアを見てるんですか？ウィキペディアです。ウィキペディア情報です。間違ってるかもしれない。間違ってるかもしれないけど。そこで嘘は書かないと思うけど。これは嘘書いたらバレそうだけどな、さすが。まあ。まあ、酸っぱいことは酸っぱいんでしょうね。ただまあ、我々が酸っぱいと思ってるイメージはほぼクエン酸によるんだっていうことなんだとは思うし、それはそうだなって思いますね。ちょっとアスコルビン酸自身に気がいたらコメント欄に書き込んでほしいですね。確かに。解説はぜひ取材。詳しいです。意外とね、そう、ゆる化学ラジオもないし、なんかいろいろないものありますよね。この間はゆる地理学ラジオやってほしいみたいなことを誰かが言ったのが、地理は全くわからんなと思って。僕は、Kさんとかと、なんか時々喋って、なんか、バレてますけど、僕は、世界史とか地理とかを全部捨ててきた男なので。ああ、同じく。そうそうそう。この時間に数学とか物理の勉強を内職してました。そう。僕もその手の人間ですね。割と理系あるあるかもしれない、理系あるあるかもしれない。開いたら書いてるんだから覚えなくていいじゃん、的な。いや、そう。ググれば出てくるんだし、もうしかもなんだ、もう別にその普遍性が全くない事象を覚えたとかっていうだけ、サイコミがある発言ですけど。宇宙の塵の一つがどうこうってどうでもいいわ、そんなことと思って。まあ、それはちょっと過激派の発言ですけど。過激派だなぁ。そう。でもこの間も、だから、そのなんかちょっといろいろ話してるときに、なんか、東インド会社だっけ、それもよくわかってないみたいな、状態になってて、恥ずかしいなと思います。そう。まあ歴史とかもね、勉強しとけばよかったなと思うことも今ではありますけど、なんか、僕は興味のある分野しか触れてこなかったんで、それこそなんか音楽家とか、芸術家の周りの歴史だけちょろっと触ってみたいとか、そういうことはありますけど。エピソードがついていたら面白いんですけどね、ああいう歴史って。そう。ただ単純に覚えろって言われたら、もう苦行ですから、あれは。そうですよね。年号がね、しかも変わるじゃないですか。いい国作ろうじゃないんですよね、今、鎌倉幕府。違いますね。なんか箱みたいですね、今は。
いい箱を作ろうになってますね。ちょっと前に遡ったのか、そういうことか。もっと前にハングルワークできてたやろっていうことですよね。はい、すみません、すっごい曖昧な知識ですけど、うんうん、確か壇ノ浦の戦いが85年で。ああ、ですよね、確か。で、それが、そからもう覚えた記憶が。はい、うんうん、それでもう、兵器を滅ぼしてるから、もう実質鎌倉幕府の体制は整っているから、なんか85年でいいんじゃないかっていう話で、92年は、確か頼朝が征夷大将軍の位をもらったのが、確かその時だったよ。なるほど、なるほど。そこそこ、征夷大将軍。定義の違いですね。はい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 。なんで、あ、それもなんかゆる歴史学ラジオもないですからね、うん、なんか自信に聞いたら、ちょっと曖昧な知識ですし、うん、僕もなんかその話聞いた時に、うんうん、じゃあ江戸幕府は1600年に始まったって言ってもいいんじゃないのっていう話。確かになるほど、うん、まあ確かにね、それぐらいのなんかね、曖昧な、このぐらいに始まりましたね、もういいじゃんって感じですよね、うん、そしたらね、うん、ですね。いや、それなんか、そうそう、それ今なんかそれどうでもいいけど、なんかドラマかなんかで、主人公がアホなやつで、はい、その年号を良い国作ろう鎌倉幕府って覚えて未来政治そう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 みたいな、だいぶ先行きましたね、そりゃそう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 、もう一回できるのかな鎌倉幕府みたいなそうそう、そんなどうでもいいことを今思い出しました、うん、いえいえ、そうそうそう、ああなるほどね、まあそうか、うん、ちょっとその辺をね、まあちょっと勉強不足なんで、これから勉強しないといけないな。物理学者もちょっと分かってないしな。ちょっと。そう。いや、でも、年取れば取るほど、自分の興味ある分野しかやれなくないですか？もう今から受験勉強とかも無理ですよね。まあ、そうですね。だから、受験勉強的な暗記とか絶対やる気しないですけど、うん、あ、むしろ逆に、興味持ったら、今から世界史の本を読むぐらいはやってもいいかなとはちょっと思いますけど、うん、そうですね。なんかね、興味が広がってきたなとは思います。年取って。あ、若い頃興味持てなかったものになんか興味持てるようになったりとかっていうのがあるので、そういう点では僕も本当歴史とか絶対勉強したくなくて、地理も勉強したくなくて、倫理っていう科目が社会科の中にあったおかげでセンター試験出してたような、いや本当ですよ、僕倫理超好きだったから楽しかったな、ですね、あれ年号覚えなくていいし、うん、大人になってからちょっと歴史とかも、ちょっと意外と面白いかもなって思えるきっかけが何度かあったので、なんかそういう意味ではそうですね、このなんか学徒ハウスとかでもやっぱいろんな学問を触れてる中で、それぞれの学問とこう歴史とか地理とか絡んで、例えば石蔵さんにやるやっぱフランスの話とか聞くと面白いわけですよね、詳しいですもんね、めちゃめちゃ詳しいですし、その、まあ、そもそもワインの歴史っていう話もあるし、だそういう学問、うんうん、こっちから見るのもあるし、うん、馬から見るのもある、うんうん、猿から見るのもあるし、あ、そういう、そういうこと考えると、結構本当になんかいろんな見方があって立体的に見えてすごい面白いなと思うんですよね。うんうんうん、そうですね。そうそうそう。それこそ料理もそうでしょうしね。あ、歴史的な話はいっぱい。いや、もうね、料理と歴史が絡むとめんどくさいのは、うん、時々この料理はどこが起源ですか、起源ですかって話になって、いやいやいや、料理の起源の話はな、またとほぼちしちゃうやつですね、うん、そうなんですよ、うん、でもまあそれこそなんて言ったんでしょう、料理はまあ物によっては技術が秘匿されたものとかありますけれども、基本的には伝播していくので、うん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 、秘匿されたのはエジプトのパン作りですね。エジプトでパンが一番最初に作られた、うん、確かそのはずなんですけど、はいはい、だけどパンを、作る技術っていうのはずっとものすごく神聖なものとして扱われたんだったから、ちょっと今ちょっと曖昧なんですけれども、かなりかなりなんか確か300年ぐらいの単位で隠されてたんですけど、それが漏れて世界中にパンの作り方が広がったみたいなことはあるんですけども、案外他の料理とかだともうシルクロード伝ってずっとヨーロッパも、うんうん、てかまあ大体人間がたどり着けてる範囲だったらそれがどん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 伝播してってるっていうのはあるので、うんうん、ここが発祥ですって話をできないんですね、大体。はいはいはい、はい、うんうん。難しいですね。そこも曖昧だろうし。だからまあ、歴史と料理は、もちろん絡んでいるけれども、起源の話をすると結構揉めるっていうことですね。断言はできないっていうことですね。はい、うん。なるほど、なるほど。
いや、面白いな。うん、まあ、それも深掘りしどころではあるとは思いますけどね。そうですね。うん、はい。ゆるがくとハウスアネックス。じゃあ、そんなとこで、本編の方は、はい、まあ、今回これで終わりにして、続きまた、雑談会をこの後取っていきましょう。はい、はい、コメント欄にはあのゆる歴史日記の歴史知識とかアスコルビン酸日記の知識あれば書いていただいて、そう、はい、ゆる歴史学化学ないですからね、まあ、ちょっと、はい、書いていただいてという感じで、今回終わりにしたいと思います。じゃあお疲れ様でした。ごきげんよう、はい、ごきげんよう